パトリック・ヤン・ウィズダムは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、リバーサイド郡、マリエータ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB のシカゴ・カブス所属。2012年の MLB ドラフト一巡滅違法で、セントルイス・カージナルスから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9 バタビア・マックドックスで、プロデビュー。65試合に出場して打率28。282。 6本打、三32打点、2投塁を記録した。2013年は、A 級ピオリアチーフスと、A 級パームビーチカージナルスでプレーし、2球団合計で129試合に出場して打率、235、15本打、七73打点、5投塁を記録した。2014年は、A 級スプリングフィールドカージナルスでプレーし、128試合に、 出場して打率、215、14本塁打、53打点、5盗塁を記録した。2015年も AQ スプリングフィールドでプレーし、114試合に出場して打率、237、14本塁打、61打点、11盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、サプライズサグアロスに所属した。2016年は、 ルーキー級、ガルフコーストリーグカージナルスとトリプル A 級メンフィス、レッドバーズでプレーし、2球団合計で81試合に出場して打率。239、5本類が、33打点、6盗塁を記録した。2017年は、トリプル A 級メンフィスでプレーし、127試合に出場して打率。243、31本類が、89打点。 に盗塁を記録した。2018年は開幕をトリプル A 級メンフィスで迎え、8月11日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。メジャーデビューとなった翌12日のカンザスシティロイヤルズ戦では9番一塁手で先発起用され、3回表に迎えた初打席でジェイコブ・ジュニスからメジャー初安打となる敵時打を放った。 この年メジャーでは32試合に出場して打率264本類打、10打点に投類を記録した2018年12月11日にドリュー・ロビンソンとのトレードでテキサス・レンジャーズへ移籍した2019年7月6日に DF となり10日に40人枠を外れで、マイナー契約となったオフの11月4日に FA となった 2019年11月27日にシアトルマリナーズと単年のメジャー契約を結んだ。2020年8月10日に DF となった。その後、8月14日に FA となった。その後、8月23日にシカゴカブスとマイナー契約を結んだ。9月25日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。9月27日にフェとなり、 翌28日にマイナー契約となった。レギュラーシーズン終了後の10月7日に FA となったが2021年1月5日にマイナー契約で再契約した。2021年5月25日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。ありがとうございます。